東京都なんですが非常に残念としか言いませんもう言葉に言っていけません月曜日になっても感染が急増しているの大丈夫ですがこの東京悪けが不時計になるとしか言いようがございません何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます今わさぎオーバーシュートの局面を大幅に超えておりますクラスターと効果感染経路不明者が多すぎる考えられないすでに若い人でも重症化出てるんですよ 以上は怪物状態でございます。緊急事態宣言何回も言いますが出すべき。お花見をいい加減中止すべき。そこで死んでて詳しい旋風直話のせてキングガンでカムレオン聞いてください。突き止めたい叶わない君の正体は迷宮入りの難解なミステリー。 心変わり、色変わり、軽やかに姿を変えたのは、悲しいほどの夕暮れ、僕の知らない君は誰急行列車が通り過ぎた、錆びれた駅のホームには、隙間風が。吹き抜けた君の姿は、 どこにも見当たらなくて、時を経て、通話画面に映った君はもう僕の知らない君でした。幸せそうに笑うから、つられて僕も笑ってしまった。何度でも、 何度でも脱ぎぶして汚れた悲しみの腕から白い絵の具で全てを台無しにして放り出してしまった夜さえキャンパスは色つくから涙にじんでにわか雨記憶の中の君と 今の君はどちらも真実で鮮やかに色めく君はもう僕の知らない色何度でも何度でも塗りつぶして今の君にお似合いの何色でも構わないの伝えたいこの想い そうですら叶わないけど口にすれば単純な強がり時に僕がいなくても突き止めたい叶わない君の正体は永久意義の難解なミステリー 心がわり、のがわり、軽やかに姿を変えたものは、悲しいほどの夕暮れ、僕の知らない君は誰何度も言います会場にてください今日はまた来た方もおやください会場インタビューもおやりください !SSL 会議はもう今日の東京におやください早すぎも当然 !Say, home! バイバイ